第一の同点、そして現在売り出し中の新庄バッターボックスです。ツーアウトながらランナーが二塁三塁にいます。こんなにレギュラーで出れてないわけなんですけども、そうですね、やはりそんなチャンスをものにしたというのは、この選手は何かそんな野球運を持っている選手ではないですか。そうですね、あの40人枠にもあの島田がですね故障しなければ入れなかったらしいんですよね。このゲームに関して言えば、うん、1、2打席、北別府にうまく走られてるわけなんですね。そうですね、カーブシュートでね、はい、そしてやはり3打席目ですから、はい、心当たりで慣れてきますからね、非常に厳しい場面ですね。北別府は清永さん走っていくというね、この辺の、 あの、まあ、向こう気の強さみたいな、僕はこれがいいんですからというのを新庄に、それこそは新庄にしてまして、そうですね、でそれが結果的に良くなってるというふうなこと言ってますね。もともとはショートなんですけどね。そうです。サードも無難にこなしていますが、これをセンター前へ引っ込みました。さあ八木も今ホームイン、3対1逆転。やはり国沢さん、はい、このダブルプレー取れなくてランナーが残った、これがこういう形で3点になるわけですね、ツーアウトから。もう僕は、ね、今これスローが見てます、はい、出てますけどね、実は僕は野村の守備位置を見てたんですよ、はい、抜かれましたですね、まあ、これヒットでしょうけどね、はい、今のこれキャッチャーのサインが外側の球ですね、はい、となるとこっちあのセンター寄りにスタート切らなきゃいかんですよね。三遊間の方に足がルーキーの檜山、気をつけなければいけないバッターですね。思い切って振ってきますからね。東洋大学からドラフト4位で入りました檜山。ちょっとやっぱりね、その気持ち的なもんでズレが出てるんじゃないかなと思うんですよね、はい、やっぱり自分の計算通りにどうもいかなくなってるでしょ、今のピッチング内容がですね。高城コーチの陰に隠れています山本監督、心配そうです。さあこの球が100球目、1球外しました。タッチアウト、盗塁失敗、新庄。しかし今ちょっとどうするような展開になるか、面白いゲーム展開になってきましたね、栗原さん。その通りですね。このね、マウンドに上がってきたベップはね、はい、今あの足の横にありましたあの同人バックをね、なんか拝むような感じっていうか失礼かも分かりませんけどね、はい、なんか込めてこうゆっくりこう丁寧に置いてたんですね、はい。このイニングはまあそれだけいろいろ考えながらのイニングになるだろうと自分なりに判断したんじゃないかなと思いますけどね。そうですね、今シーズンはジャイアンツ戦での完封、そして先日の中日戦の完投があります。そしてもう点差に追い上げられました。さあこれからはこの北別府の粘りのピッチングと、そして勢いの阪神打線ですが、初球打ちレフトライナー、海野山、藤、そしてこの檜山と、その44年間の一人山田。これも初球打ちですが、さあショート野村踏ん張って遠投です、アウト。引っ張っていくのかなという見方をしてたんですがね、ドラフト3位で入りましたルーキーの弓永、この大事な場面でリリーフです。まあ、熊谷が本当にこう見てて気持ちいいだろうという感じですよね。あの大磯さんに褒められる選手ってのは相当やっぱりね、なかなか褒めない人ですから、しかしあのこの選手はまだまだ吹き伸びます ね。今のショートではやっぱり野村、藤、可愛いとか、まあ、池山も確かに上手いですよね、今のセリーグの中には結構あの守備の上手い選手たくさんいますよ。さあ、ツーアウトを取りました弓永。ただ、まあ、ピッチングのコツを知ってますね。非常にあの上手いですよ。おっと、今はちょっとそれでマウンドに行って打ち合わせをしないっていうところがいいところですね。そうですか。さもそうでないという雰囲気に持っていくところがいいところですよね。叩きつけました。これは内野安打になりそうです。前田がバッターボックスです。今日は3打数の2安打、先制のホームラン1本あります。今年3年目この前田、今
熊本工業から入りました野球のメンバーを目指す方なんですが、手掛けて、そしてバッターに有利な方に持っていくと、こんな作戦を取ってくると思いますけどもね。さあ、ワンスリー。ああ、彼もコンタクトなんですかね。ちょっとタイムがかかりました。ベンチにひとまず下がります。目にゴミが入ったんですかね、コンタクトですかね。ちょっと試合が中断しています。まあ、この場面ですから、ご覧のようにベンチの奥で目の治療をしています。結構やっぱりあの選手の中にはコンタクトをしているとたくさんいるんじゃないですかね、最近多いですね。多いですね。そういった中であの亀山とかですね、ヤクルトの古田とか眼鏡をかけてあの素晴らしいハッスルプレーを見せる選手もいますしね。どうなんですかね、やっぱり眼鏡をかけてやるのとコンタクトと、まあ、僕は経験がないんですけども、虫が入ったんですかね。ツーアウトランナー一塁、ボールカウントワンスリーで試合再開です。今日の阪神先発は葛西、そしてこの回からリリーフに海永、結局フォアボール。ここは大下さん、面白い場面ですね。そうですね。他の方が参ってますね。ですからそれを野村がやっぱり利用せなきゃいかんと思いますね。ボール3、左も続きますしね。弱気になったらいけないですね。結局はボール満塁、はい、よそ行かしてるわけなんですよね。あまり対応バッター当たりセカンドゴロ、